かなり広いですねもうその入り口のところがね、もうやっぱり全然、他のの屋と違うというか東京・新宿区のヒルトン東京は、浴室への段差がなく、車椅子でも利用しやすい客室となっていますが、来年からはより使いやすい部屋になるよう、改装工事を予定しています。一方国の調査では 車椅子で円滑に利用できる宿泊施設はおよそ3割にとどまるなど2020年の東京大会に向けて国内外の障害者の受け入れ体制の遅れが指摘されています障害者団体の石毛正幸さんは バリアフリーの客室を増やすことが一番だが2年後に迫った東京大会に向けては宿泊施設側が障害者のことをもっと知り応対の方法を学ぶことで受け入れる体制が拡大していってほしいと訴えました。